ですもん。なんで今そんな話してんの。ずっと考えてたのよ。終わってる終わってるもん。無理しんって、あなたも何か思い出せないと。いつまで言うてんすか。無理しっぱるのよ、あなた。世界で最も真似された人。ほんで、はい、チューした。え、チューですか、うん、いや、チューはだって番組しましたもん。いや、違う、番組のチューと誰も見てないチューってやっぱちゃうやん、うん、ちゃうよ。いや、分かれてるわ。本音を言ったでしょ。いや、番組で私は言ったけど、本心です、あなたはどうですかっていうメール送ったんです、うん、そしたら、本気ですって書いてあって、そう、で、その日の夜に一緒にカラオケ行って、おちょっとチュッとはしました。カラオケで、カラオケボックス、カラオケボックスでチュッとした。チュッとしました、ね。パセラ。パセラ。パセラ、ちょっと高級な感じ。あなたは全然テレビで素敵な人に会わない？素敵な人に全く会わないですね。でも、じゃあ待てよ。なんで俺ら見てしみじみ言うとんの？でもね、俺ね、この間久しぶりにあのおかんからメールが来て。ほうほう、お母さんはあのあんたの結婚相手はシェリーさんか伊藤麻子がいいと思う。すごい突然来た、あ、でもお母さんから見たら、うん、すごい、うん、シェリーか伊藤麻子やってんて。どっちにするんですか、どっちにするんですかって。いやどっちも選べへんよ。まあそれはまあ各々やっぱり俺を取り合ってくれたらいいけど。やかましい。いやだってね、これ彼氏できて、はい、ね、金太郎幸せで、はい、大久保さん伊藤麻子と幸せの確認してる場合ちゃいますよ。もうちょっとこのトークはしたくないな私。ね、もう金太郎もできてるんすから。そうなんですよね、まあ、ありがたいことに。でも早いうちにね、まあ、頑張っとけばよかったんですけどね、もうこうなっちゃったんで仕方ないんですけど。どんだけくらなんの。私立後に。でもだからこうやって、まあ、この子もないんで、あの状況も同じに似てるんで。